じゃあお願いしますね。はい、3、2、1。ごめん、音量がゼロになってたな。これが刺さってない、ちゃんと。はい、じゃあ行きましょうか。なる、はい、うん、いいよ、はい。3、2、1。FM ギニワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、この番組では、メンヘラの方も、うん、そうじゃない方からも、はい、メッセージの方お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。メールアドレ、メールアドレスの方、夏美さん。はい、メンヘラ103 @gmail.com、 ローマ字でメンヘラ、数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、本日収録日が10月、うん、あ、もう11月か。11月1日、もともと10月30日月曜日にやるところだったのを、そうそうそう、ちょっと夏美さんの体調がね、うん、クソ大泣きしてからね、通院日、うん、そう貧血になったんだよね。うん、クソ大泣きして貧血になった。いや、貧血がやっぱ最初じゃない？貧血が最初で、うん、なんかその後会議があって、うん、会議に参加して、そこでまた難しい話したもんだから、頭の上から湯気がもうボーって出ていてだっておかしいんだよ、頭からだけ汗がタラ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 垂れてそうそう、それでなんていうの、やっぱ難しい話が理解できない自分が悲しくなって、大泣きして、で貧血もあるもんだから頭もグワングワンして、そうそうそう、耳鳴りはするわ、ない、うん、吐き気はするわで、あ、もう大変だった、もう大変になってから、あ、いや今日はもうちょっとにこの状況だったら収録できないなということで、2日前の月曜日はね、ちょっと収録を見送らせていただいて、そうそうそう、今日は水曜日に、うん、11月、今日からだよ、今日から11月、今日から11月、11月1日、そうそうそう、水曜日に、ポッキーの日は11月11日だったはず。え、今日じゃないの？違うはずよ。え、今日11月じゃないの？11月11日だったはずよ。ああ、11日、ああ、ごめんごめん、うん、そうやって、まあちょっと日にちを改めて収録させていただいております、うん、皆さんも気をつけてくださいね、はい、今回58回の収録となってるんですけれども、はい、11月6日に、本放送では、はい、深夜お聞きの方はこんばんはということで、うん、こんばんはってことで、はい、今日もね、2人で、夏美さんの体調がちょっと回復したので、うん、はい、来ました。まあ回復した一つの指針としては、今日はね、うん、歩いてね、うん、FM ギノワンまで来れたっていう、これ結構元気になってるからこそ歩けるわけで、すごいすごい、はい、すごい、もう安養が上手安養が上手よく頑張りましたね、はい、はい、よかったですよ。なので今日はね、帰りも歩くことになるんですけれども、はい、はい、夏美さん大丈夫でしょうか？大丈夫です。帰りはもうこの洋服がびちゃびちゃに濡れてもお家でお風呂入れるので大丈夫ですそうだね。はい、では短いお時間ではありますが、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。メンヘラトーク、いや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 、はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつついろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもツイキャスもお待ちしております。どんどんボコボコボンボン開けてください。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、というわけで本日の、トークテーマ早速発表したいと思います。はい、本日のトークテーマは一人暮らし。はい、一人暮らし。はい、一人暮らしということで、うん、まあメンヘラ的視点から言いますと、はい、先にね、うん、例えばなんか自分が持っている精神的な疾患とか、うん、症状ですとか、うん、そういったものが一
人暮らしを始めたことをきっかけに良くなったり、はい、あるいは悪くなったりとかあると思うし、まあ隣にいる夏美さんがね、そもそもなんか、まあ俺もどっちかといったらそうなんだけど、実家で暮らしてるより、まあグループホームなり、それこそ一人暮らしするなりでちょっと実家の家族と距離を空けることがもしかしたら体調の回復につながるかもよっていう、そうそうそう、そういう医療者側の、はい、なんていうのかな、アドバイスを元になんかがきっかけで、一人暮らしを始めるみたいなことがね、うん、往々にしてあるんですよね実はね、うんうんうん、だからそういった点も含めて一人暮らしを、はい、まあしてどういう体調の変化があったのかだったり、うん、あるいはまあ一人暮らしをしていた時の思い出ですとか、うん、一人暮らしの良いところ大変なところ、うん、またはねまだ実家暮らしで、うん、一人暮らしの経験ないけど一人暮らしをしたらこんなことしてみたいなっていう、うん、一人暮らしに対する希望とか、うん、夢とかさ、で人によってはこれ したいんだけど、うん、一人暮らしどうしてもできないんだよねっていうのがあったらその理由だったり、うん、まあそういった人であれば、例えば一人暮らししている友達がいて、うん、その友達の家に行った時に見た驚きの光景とかさこいつ一人暮らししてるけどめっちゃゴミ屋敷やんとかもあるかもしれないし、なんか珍しいもん集めてんなとかでもいいし、めっちゃ綺麗にしてるなとか、あこいつメガネ冷凍庫で冷やすタイプなんだとか、そんなやついるかな、いるんじゃない、どうなんだろう分からんけど、まあでもそういったね、まあ一人暮らしにまつわるエピソードがあればっていうことで、はい、はい、募集しました、はい、はい、そしたらいくつか届いてるメッセージを紹介していただき、うん、いきたいと思います、はい、はい、メンヘラネーム夢をつかぽんさんより、お、夢をつかぽんさんありがとうございます、はい、一人暮らしをしていた学生時代、うん、よくお酒を飲んでは記憶を飛ばしていました、はい、そんなある日、その日も前日にお酒を浴びるほど飲んで帰ってきた俺ですが、うん、朝起きるとそこには恐怖の光景が、なんと台所に味噌汁が用意されているではありませんか、台所に味噌汁が、さらに炊飯器の中には水を入れずに炊いたであろう、うん、ほっかほかでカッチカチのひび割れたお米がどうやら酔っ払って帰ってきて記憶のない状態で謎の自炊をしていたようです、え、すごいね、油を大量に使用する揚げ物料理をしていなくて本当に良かったと思います、うん、あの時は酔っ払ってした行動とはいえマジでゾッとしました、うん、のことです、一人でやっちゃう なんかしちゃってたんだね、うん、酔っ払ってね一人で帰ってきて、まあ実家暮らしだったらね、例えば夕飯の残りとかがあってね、うん、そんなお腹空いてたら冷蔵庫開けてそういったものをチェンして食べるとかあるんだろうけど、うん、酔っ払って一人で帰ってきて何も食べるもんないもん なかったらね、酔っ払いながら記憶のない状態で、私ちょっと今日はなんか作るかみたいななんだろうね、お米炊こうつって水なしで炊いてね大変だよ、やばい、うん、つかぽんさんのこの小ネタが本当に好きまあでもはい、何もなくてよかったですね、本当にですな、うんうん、では続きまして、はい、メンヘラネームロアさんより、ロアさんありがとうございます、はい、ありがとうございます、こんばんは、ロアです、初メールです、はい、ツイキャス聞けなさそうなので、うん、メッセージしました、うん、今日のテーマ一人暮らし、私は今年の3月まで3年間、うん、石垣島に一人暮らししてました、石垣島、良いところは、うん、自分のペースで生活できること、うん、大変なことはお酒を飲む時の送迎がなかったことです、あーそうそうか、歩いて行き帰りしてました、うん、片道30分くらいでした、だから合計でね居酒屋まで30分歩いていて帰り30分酔っ払った状態で歩いて帰ってくるってことだろう、ね、酔いも覚めないかねあとは自分のために自炊するのが面倒になって食事に関しては適当になってました、うん、あーでもなるよね、食べたい時に食べたいのを食べる的な、うん、老
健康な食生活をしてました。でも一人暮らしをしたことで夫の存在の大切さや、うん、那覇の住みやすさなどいろいろ気づかせてもらったので、もう一人暮らしも離島暮らしもしたくないですとのことです。離島の人たちと仲良くできてたかな。いや、まあできてたんじゃない。でもとはいえやっぱり一人暮らしはね、こちらにも書いてますように、うん、夫の存在やっぱり寂しいよね、きっとね。寂しいね、うんうん、寂しいね、一人暮らしね、うん、だからもう寂しいのは嫌だってことだろうね。あと、うん、離島はやっぱそれなりに不便なんだろうね、やっぱり。うん、そうなのかな、うん、あ、うん、離島だって那覇の住みやすさ、那覇はね、もうバスで行こうと思えばポンってすぐ行けるし、うん、なんていうの、薬屋だったりスーパーだったりさ、うん、まあ、病院もそうだし、うん、インフラが随分ね整備されてるから、交通機関とかさ、うん、そういった便利なものがやっぱり周りに溢れてるからね、うんうん、あれじゃない、はい、でも、はい、あの飲みに行くお店がいつも同じになっちゃうとか。まあまあまあ、でもある種開拓できるじゃん。石垣島とかの方がやっぱり飲みに行く場所はもう固定されてる。石垣島がちゃんと主語を言わないと、石垣島が、うん、あの飲みに行くお店が限られてきちゃったりとか、はい、そうね、そうね、するはずね、うん、離島だとどうしてもそうなっちゃうよね。なんでそんな送ったみたいに言うかごめんなさい。はい、では夏美さんは一人暮らしのなんていうのかな、それこそ、うん、辛かったこととか、まあ夏美さんは実家から一人暮らしになったわけだけど、当然ね、うん、実家暮らしから、うん、私の場合は、うん、あのちょっと両親となんか距離が近すぎたせいで、うん、ちょっとなんか板挟みっていうか、その、うんうん、そういう風になってて、病院の先生が、うん、いやもうあのお父さんとお母さんの、うん、その喧嘩しないための調子がいいみたいにならなくていいから、あなたがって言われて、はいはいはい、一人暮らしを勧められてやったんだけどね、うんうん、とね、なんかすごかったよ、いろいろな一人暮らしだった。うん、じゃあまあ実際さ、そのお父さんとお母さんの、うん、板挟みにならずに済むようになったわけじゃん、うん、一人暮らしすることによって、うん、やっぱり体調的にはどうなっていった？体調的には、うん、初めての一人暮らしの時は悪くなった。ああそう、やっぱ、うん、まあ距離が近かった分寂しさの方が強かったってことなのかな、うん、寂しさ強かったね、うん、寂しさ強かったし、うん、あのなんか寂しさなのかわからないけど毎日リストカットしてた。あー、コメントに困るやろがいそっか、まあなんか離れて暮らすことでよりなんていうのかな、お母さんとかに振り向いてほしかったのかな、気にかけてほしいという思いなのかな。いや分からん、あ自分でもよくあの時の心境はわからないけど、うん、でも他のところに引っ越した時は、うんうん、友達呼んで、うん、やっぱりそれこそクリスマスパーティーするとか、うん、今日鍋やるからうち来てって言って一緒食べたりとか、うんうんうん、たこ焼きパーティーやろうぜってなったりとか、うん、ギター弾き語り会みたいなのとか、うんうん、お菓子持ち寄って、まあはいはいはい、そういうの楽しいんだし、同居してる家族に気使わなくていいもんね、うんうん、そうそうそう。でまたそこから引っ越したところは今度はワンルームのお部屋、うん、7畳の部屋で、ああはいはい、ケンチャさんが知ってる部屋かな、うん、そう、うん、狭かったね、うんうん、あれはね狭かったね、めちゃくちゃ狭くてね、うん、でそこで夏美さんがちょっと、まあ、別人格になってちょっと暴れたことがあって、うん、で僕にちょっとね怪我というか、うんしたことがさせたことがあって、でまた夏美さんに戻るわけですよ、うん、でその時に私何してたってなって、あこんなこんななって俺こんなことされたよみたいなことを話したら、うん、それがまあショックだったのか過呼吸状態になって、うん、本当にもうなんていうのかな、息ができないっていう状態をまだまだ見せつけられたんで、うん、まあこれ俺一人はどうしようもないなということで救急車すぐ呼んだんですよね、はい、で当然救急隊員がまあ駆けつけて来てくれるわけなんですけれども、うん、まあ担架で運ぶわけですよ、うんうん、まあ、もう中で動けなくなってるのね、夏美は。もう自分で立ち上がれないぐらいの状況だったんで、うん、2名の救急隊員が来て担架で、うん、していくんですけど、お部屋が狭いもんだからさ、うん、あの
担架に寝かしちゃうとなんかちょっと角に引っかかってさ、うん、出れないのよね、うん、入り口もねちょっと L 字みたいになってて、ね、そうちょっと複雑な感じだったから出にくかったね、あのうちね、うん、一生懸命さ、うん、ちょっと一回後ろに寄って、もうちょい前に出てこうみたいな感じでなんか見ててさ、なんか引っ越しの冷蔵庫大きい冷蔵庫を運んでるみたいだなと思ってたさ、最初なんか俺もわさわさして心配して見てたんだけど、なんか笑けてきてからさ、うん、誰が冷蔵庫だ、彼女がなんか冷蔵庫みたいに運ばれて出ていけたと思ってから誰が運搬やそうそう、だからちょっと笑っちゃったんだよね、あの時大丈夫かなっていうのは当然ありましたけれども、でもその状況ってちょっと確かに笑けるね、笑ける、なんかさ、ね、緊張と緩和じゃないけどさ、うん、まさになんかそういう大笑いの、うん、なんていうのセオリーがさ、そこでさ、うん、構築されててからさはずそうそう、引っ越し作業みたいになってたよ、本当に引っ越し作業、うんうん、はずだから、なんか俺はなんとなくだけど、あの担架に寝かされてる夏美さんが、うん、なんか幻だとは思うんだけどさ、なんか梱包されてるように見えて出荷そうそう、なんかプチプチで包まれてる感じ、緩衝材で大丈夫かなと思って見てはいたんですけど、やばいそれ、はい、あったね、そんなこともね、だからまあ、あのとにかくあの部屋はもう本当に狭くて、狭かった、で今は引っ越してね、うん、あの新しいお家に今2人でね、うん、住んでるんですけれども、そっちはね比較的広めで、うん、まあ狭いではあるんだけど、そうね、うん、2人で住む分にはね、まあまだ我慢できるかなというか、うん、はい、綺麗なところに今は2人暮らしを、はい、してますので、はい、僕のお話はじゃあちょっと楽曲紹介中にお話ししようかなと思いますので、ここからは楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います、はい、はい、本日紹介いたしますのは、はい、緑黄色社会、はい、花になってです、どうぞお聴きください。おい、あの時はね大変でしたよ、本当に大変だった、うん、めっちゃで病院に運ばれていってね、あの僕も当然救急車一緒に乗っていくんですけど、うん、その時に初めて夏美さんのお父さんに会ったの。そうだね、うん、あのご実家に挨拶に行く前に、あの、うん、お付き合いさせていただきますって、うん、挨拶に行く前に、行く前にか、病院のその救急救命のとところか、救急のところで、うん、初めましてってなってお父さんの印象どうだった？いや、まあ普通に、はい、あの寡黙なお父さんだなっていうところ、そうっていう感じでしたよ。そっか、はい、で、まあトークテーマね、一人暮らし、俺のことをちょろっと話しようかなと思うんだけど、うんうん、俺もね、まあ当然一人暮らしする前は実家暮らしだったんだけど、まあ、ギャンブル依存症っていう病気のこともあって、散々ね、うん、親兄弟にね迷惑をかけてきたから、うん、家にいるとすっげえ肩身の狭い思いをしてたんですよね、うんうん、でそしてたまにあの病気が発動して、うん、ダメと分かっていても衝動的にパチンコに行っちゃうっていう、うん、そういうことをするとやっぱりお家に帰ると怒られるからね、帰りづらくなって、うん、で外でホームレスのような生活を送ったりしてたんだよね、うん、まあそれがもう本当に結構しんどくて、うん、眠れないしさ、あのお風呂にも入れないし、どんどん自分は臭くなっていくし、うん、お金もないしね、食べるものもないしってなっていって本当に辛かったんだけど、まあ入院して退院したことをきっかけにね、グループホームで一人暮らしを始めるようになって、うん、もうすごい楽になった。楽になった、そういう意味では、たとえ実家に行った時のようにね、衝動的にパチンコに行っちゃうことがあったとしても、うん、まあ、帰りづらいなんてことにまずならんし、そうだね、うん、おかげさまで、グループホームで一人で、暮らすことになって、うん、精神的に落ち込む頻度はすごく減ったかな、うん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 、そっか、はい、あれだよね、なんかそれぞれの理由があるから、いろんな理由があるから、うん、必ず実家から出た方がいいよとも言わないけど、うんうんうん、でも一人暮らしってやってみてもいいかもねっては思うね、うん、やっぱり自分がやらないといけなくなるから、うん、強制的にでも、うん、自分がある程度の方ね、掃除もそうだし、うん、洗濯もそうだし、うん、お家にいたらね、まあ
親がやってくれる、そうね、だけど自分でやって自分でできるようになっていくことが一つずつ増えていくと、やっぱりそれなりにね、やっぱり自分の中のなんていうの、達成感だったり自信だったり さ、そういうのが生まれることで、それが積み重なっていくことで、よりね回復につながっていくのかなっていうのも思うんで、うん、はい、もう全然一人暮らしはおすすめね、できるチャンスがあるんであれば、うん、まあ、グループホームからでも当然いいですしね、うん、あの精神的な疾患を抱えている方に関してはそういうのができていけばいいよね、うん、うん、そうだね、はい、それでは、終わります。はい、はい、ご紹介いたしましたのは、旅行食社会花になって、うん、こちら現在放送中のテレビアニメ、うん、薬屋の独り言のオープニングテーマとして書き下ろされた楽曲で、うん、日陰に咲く花をテーマに描かれた、うん、甘美な毒気を感じさせる楽曲となっている、うん、とのことです。ちょっとなんかあれだよね、癖強いよね、うんうんうん、癖強い歌い方、まあ、ボーカリストの、ね、うん、方がね、うん、で旅行食社会さんはね、俺、まあ、本当にあんまり聞いたことなかったんだけど、うんうん、なんていうのかな、今回このテレビアニメ薬屋の独り言で、まあ、はなんていうのかな、ちゃんと聞いたのは初めて、うん、でもともとこの薬屋の独り言っていう作品をすごく好きだったのね、うん、漫画で読んでて、うん、でアニメ化されるって聞いて、まあ、それで喜んで見たんだけど、うん、オープニング映像もかっこよくてね、そうそうそう、うん、物語の内容も面白いから、なっちゃんはね、あんまりアニメなんていうの、僕ほど見たがらないんですよね、うんうん、アニメーターのお仕事をされてたこともあって、なんかアニメのなんていうの、アニメーションを見てるとちょっとその時の辛い思いというかね、大変な気持ちがまた蘇るっていうことで、トラウマ言ったらトラウマみたいなものでねだから違う、うう動画がさ、動画班にいたんだけど、はい、そのエンディングいきますよ、はい、はい、ごめんなさい、エンディングいきますよ、はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、はい、今日も、短いお時間でしたが、はい、テーマ一人暮らし、はい、についてお話ししましたけれども、うん、夏美さんは、はい、一人暮らしをしてて、うん、まあ、夏美さんが感じるいいところ、一人暮らしのいいところと悪いところというか、うん、大変なところがあれば教えてもらえれば。なんだろうな、いいところは、うん、いいところは、まあ、あれかな、なんだろう、一人で献立考えたりとか、やっぱそういう力が身につくのはいいとは思う。いいと思う。はいはいはい。できるようになるってことが増えるのはね。自炊の面でね。そうそうそう、うんうんうん、いいと思うよ。うんうん、だってどうやってってさ、うん、普通にさ生きてさ、そのまま順々行くって言ったらあれだけど、うん、親は先にいなくなっちゃうわけじゃない、はいはいはい、だからさ、やっぱり身につけといた方がいいかもしれない。そうだね、うん、人によってはもう実家にずっと暮らしてて、うちの母親が亡くなったら僕も死のうとかさ、うん、なんか思っちゃう人ももちろんいると思うのね、うんうん、でもなんていうのかな、やっぱり生きてりゃね、うん、本当になんとかなる部分って本当にあんのよ。なんか何が起きるか分からなくてさ、当然もちろん悪いことがね、うん、降りかかってくることもあるんだけれども、生きてね、うん、人とねつながっていこうっていうことをしていればね、うんうん、何かのきっかけがあって、うん、いいことというか、自分が、あ、生きててもいいんだとかさ、うんうん、そういう気持ちになる瞬間が必ずやってくると思うんでね。そう、とりあえずだから引きこもって、うん、もうラジオしか聞いてないとか、でもおめえラジオは聞いてるって人はとりあえずお便りください。そうね、お便り、それだけでもつながってるってことだからさ、うん、うん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 、それでまあ一人暮らしを、まあ、今日のテーマを聞いてね、もし、うん、してみたいとかさ、うんうん、
グループホームのことぐらいだったら俺ちょっとはおしゃべりできるかな。まあ俺も一人暮らしは当然、うん、あのグループホームで以外の部分でしてた時もあったんだけど、うんうん、なんかやっぱ楽よ本当一人暮らしって楽、うん、でもまああれだよね、自分を戒めないとなかなか、まあ当然ね、もうちゃんと好き勝手できるからね、最低限ね、まあお掃除、うん、洗濯はしてないとね、不潔になっていったらね、前回のテーマぐらいで話したと思うんだけど、うん、やっぱり身だしなみとかもある程度気を使わないと、うん、心すさんでいくからさ、すさんでいく、うんうんうん、夏美のおすすめ、そういう部屋がさ、はい、汚れてる時にさ、うん、お花をね買うとね、うん、いいですよ。あ、本当？お花買ったらね、うん、このお花を可愛く生けさせてあげたい場所を作ろうとして、掃除そこから掃除が始まっていくような気がする。あ、なるほどね、はいはいはい、夏はいつもそうしてる、うんうんうん、部屋のインテリア的な部分か、内装というかね、うん、そこから綺麗にしていけば、その周りだけでも綺麗にしていくっていうのがね、ちょっとずつ綺麗になる、出てくると思うからいいかもしれないです、うん、はい、では本日のメンヘラ城はここいらでお開き。はい、今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。あ、今日ツイキャスが全然あれだったな。まあしょうがないっすよ。カッコンと。これは配信終了で。じゃあまたねって。あ、もういいよ非公開？非公開でいいか、今日いないから。まあいいんじゃない、公開でも非公開でも。はいはい、はい、じゃあお疲れ様でした。 YouTube、 YouTube も、はい、お疲れ様でした、はい、寝ろ。